こんにちは。日向ストアのバイヤーを務めている萌です。今日は私が実際に購入して使った本当に便利なキャンプギアを6選紹介していきます。5050ワークスショップから出ているパッカブルピローです。すごい見た目はコンパクトなんですけど、パッカブルピローって言われて、うわいしょー、これキャンプで使える枕なんですね。枕？そう、私すごい安い空気入れる枕使ったんですけど、やっぱ寝心地悪いし、あとシュラフの中で固定しなくて、起きると絶対枕が外れてて、なんかキャンプで寝心地悪いなと思ってたんですけど、これに出会って最高すぎて即決で買ったアイテムです。低反発の枕なんですよ、まず。でカバーが、わかるかな、触り心地が高級絨毯みたいなめちゃくちゃ肌触りがいいんですね。すごい滑らかさ、まあ、サイズもいいですし、もう柔らかい。で、何よりこの枕、キャンプ用の枕だと珍しいと思うんですけど、この硬さが2種類あって、私はソフトタイプ使ってるんですけど、ソフトとハードの2種類あるんですよ。だから枕って皆さん結構こだわりがあると思うので、柔らかくこう沈む枕がいいなって人はぜひソフト。硬めでカチカチで、なんかこう、ザ枕みたいな感じがいい人はぜひハードを買ってほしいんですけど、この大きさがまたいいんですよ。この曲線がね、私はマミ型のシュラフ使ってるんですけど、マミ型のシュラフの頭の部分にスポッと入るんで、どれだけこう、そう、寝相が悪くても、絶対シュラフの中から出てこないんですよ。そこがもう本当お気に入り。あと、やっぱ低反発で空気じゃないんで、ギシギシならないんですね。もう柔らかい、ほんとクッション。そこもお気に入りです。で、何がいいかって、これ、カバーをですね、こうやって剥がすと、洗濯で洗えるんですよ。キャンプの空気の枕って、なかなか洗うことできない。でも汗かいてたりして、実はすごい臭かったりとかすると思うんですけど、これ、ちゃんとキャンプから帰った後にカバーを外して、毎回洗うことができるんで、清潔に保つことができます。で、収納するときは、この枕をぐる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 って巻いて、付属のテープがあるので、テープに巻いて、こちらの収納ケースに入れれば完成します。注意点としては、これやっぱ低反発の枕なので、今の季節の寒いところとかに行った時、枕がやっぱ若干硬くなるので、巻きづらくて収納しづらいっていうのは多少あるかなと思うんですけれども、なんかその、ちょっとまあ欠点を乗り越えられるぐらいの快適な睡眠をとることができるんで、まあお手頃価格なんで、ぜひ一回買ってみてほしいです。アソマタスラボのハングバーガーです。かわいい形ですけど。そうなんですよ。名前の通り、ハンバーガーみたいじゃないですか。これ実は、こうやって2つに分かれて、くっつけることで使えるギアになってます。どんな風に使うんですか？タープを立てた時に、ここにライトを照らしたい。でも、何も引っ掛けるものがないってなった時に、生地を実際に挟んで、反対側にフックがあるので、自分が欲しかったところにランタンフックをつけることができるんです。ただ、パカッと挟むだけで何でもつけることができるんですね。これ何でもあったんですか？実はこれ、扇風機をぶら下げることもできるので、扇風機をつけたいなってなった時に何もつけられなかったんですけど、これさえあれば好きなところにフックを作ることができるので、これは便利と思って購入しました。やってみてどうでした？実際めちゃくちゃいいですよ。重さがですね、800グラム未満だったらぶら下げることができるんですね。で、日向ストアで取り扱っている、CC マルチファンが550グラムぐらいなんですよ。そうしたら CC マルチファンもぶら下げることができるので、置くことしかできなかった扇風機を実際にぶら下げることができるんですね。カラーがオリジナルカラーとブラックと OD の3色展開なんですけど、いろんなブランドさんがコラボで作ってたりするので、ここの裏面のところにブランドネームが入ってるものとかも多く販売されています。3つ目は、全キャンプのソフトコンテナです。めちゃくちゃ収納できるソフトコンテナなんですね。これはなぜ欲しいと思いますか？私、ワットノットから出てるコンテナが大好きで、何個も家にあるんですけれども、キッチングッズを一つにまとめたいなってなった時に、どうしてもちょっとサイズ感が足りないなっていうのと、例えば蓋がないので衛生的にちょっと怖いなっていうのがあって、そんな中ハードじゃないんだけどソフトで軽くてもうちょっと大きいコンテナないかなって思った時に出会ったのがこいつです。萌さんはどんな使い方ですか？
こいつはですね、まあ買うときに何よりも重要視したのがこの横幅のサイズ、43センチあるんですけど、まあ、何を入れたかったっていうと、私が大好きなマルチグリドル33センチを入れたくて、こいつを採用したんですね。マルチグリドルはじゃあそこがすっぽり入る。マルチグリドルが入るんです。今まではワットノットのコンテナにいろんなものを詰め込んでいってたんですけど、マルチグリドルだけどうしても入らなくて、コンテナプラスマルチグリドルになってたのが嫌で嫌でどうしようもなくて、一つにまとめたいってなった時に、こいつだったらマルチグリドル入るんじゃねえと思って買ったらスポッと入って。ちなみに今マルチグリドル持ってますか？持ってます。ぜひみんなに見てほしくて、中を開けるとこんな感じ。ここ蓋のところもメッシュが採用されてて、2つに分かれているので、ここにも収納ができます。これを入れるとスル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 っとピトッとこんな感じにシンデレラフィットします。蓋をしてもちゃんと収納ができちゃいます。ソフトコンテナって割といろんなブランドさんから発売されてると思うんですけど、蓋がないものの方が多いんじゃないかなと思ってて、でも持ち運ぶ時にやっぱ蓋があった方がなんかこうゴミとかホコリとか土とか入ってこないですし、あと割とハードなので、まあ、乗ったりすることはできないんですけれども、ちょっとしたまあコップを置いたりとか、簡単なものだったら、まあ、ちょっとしたテーブルとしても使うことができる。ツールボックスとして使う以外にも使い方ってあったりするんですか？実はあるんですよ。もう中にこういう風な、まあ、留め具がついてまして、上と下上下で8個ついてるんですね。ここにゴミ袋をパチ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 と留めると、ゴミ箱としても使うことができるんです。持ち運びも簡単ですし、一つでそのキャンプギアをまとめられるっていったところはすごいメリットかなと思います。8つ目は70ガレージベースの風車です。風車、木が6個ついてるんですけど、これ実はこのロープをくっつけると、ギュッとくっつけるとこんな感じに、ストーブや、まあ、コンテナ、クーラーボックスを置ける台として使うことができるんです。収納性すごいコンパクトなんですけれども、ただただこの付属の紐を引っ張るだけで、ちょっとこう雪の結晶みたいな感じのストーブ台が作ることができます。なんで欲しいなと。私冬キャンプ大好きなんですけれども、まあ、冬キャンプ行くときいつも灯油ストーブを持ってくんですね。で、その灯油ストーブを置くときに皆さん何使ってます？100均とかで売ってるようなシートしか引かなかったんですよ。そのシートを忘れたら、まあ、剥き出しのまま置くことになっちゃいますし、そうすると、まあ、砂利が多いところだと、あのストーブの隙間に砂利が入ったり、あと雪中キャンプとかだと雪が入ったりして、それこそ掃除がすっごい不便だったんですよ。で、その時になんか手頃なストーブの台ないかなと思ってて調べると、割とみんなあのホームセンターとかで売ってるスノコを持っていく方が多かったんですけど、スノコって収納できないじゃないですか。持ち運ぶとき板を1枚木を持っていくみたいな感じになるので、それすごい嫌だなって思ってた時に出会ったのがこいつでした。こいつのメリットはもう何よりもコンパクトに収納ができる。個人的にデザインがすごく好きで、まあ、見た目が雪の結晶みたいで、まあ、可愛らしいっていうのと、こんな感じでブランドのロゴが入ってたりして、まあ、細部にまで割とこだわっているところが気に入っている点です。ちょっとこうクーラーボックスを移動させたい時とかで、夏だと地面暑いじゃないですか。その地面暑いのがクーラーボックスに伝わると保冷力とかがすぐなくなっちゃうんですよね。その時に少しでもこういう風に高さがあるものにしておくと、まあ、すごい便利だなって思いますし、その点も本当気に入っている点ところです。5つ目はフォレストワークスのフォレストウォッシャーです。キャンプやる方なら割と皆さん使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、本当にこれ1本あればキャンプがめっちゃ快適になるんで、知らないって方は今すぐ買った方がいいです。そもそも何なんですか？これはですね、台所用合成洗剤と言いまして、
キャンプ場とかで洗い物をしたいってなった時、冬場だとお湯が出なくて手が寒い、洗いたくない、汚れが落ちないって言った時も、お皿とかそれこそマルチグリドルとかシュ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 と吹きかけてキッチンペーパーとかでスルッと取るだけで洗い物ができるという優れものです。一回一回洗い物をしなくても、これさえあれば食事を取ってかけて拭き取ればもうそれで終わり。結構前さんは使われてるんですか？もうこいつがいないと絶対キャンプは成り立たないぐらい使っています。そいつがいないとキャンプは成り立たない？成り立たないです。絶対洗い物したくないんでマルチグリドルのメリットって汚れがすぐ落ちるところなんですね。ただ汚れがすぐ落ちるって言ってもキッチンペーパーで拭き取るだけだとやっぱり前の料理の汚れがついちゃうんですけど、こいつを吹きかければマルチグリドルで何か料理をしたシュッシュッとかけて拭き取る、それで完結。もう椅子から離れることなく何でも次の料理をできるっていうのもこいつのメリットです。で、私はマルチグリドル買う方には必ずおすすめしている商品の一つです。別の詰め替え用も販売してます。詰め替え用は 400ml 入って1080円で販売しています。6個目は尾上製作所の火消し壺になる一輪です。これぶっちゃけ日向ストアで取り扱ってはないんですけれども、本当に私大好きなのでちょっと今日はご紹介させてください。ちなみにどんなところが気になりますか？私七輪欲しいなって思ってて、で七輪のメリットってキャンプ場に行かなくたって使える、ちょっといろりじゃないけど炙りたいなとか、あと熱燗したいなって時の七輪を探し求めた時に、七輪ってほとんどがやっぱ重いんですよ。持ってくのすごい大変なんですね。これすごい軽いんですよ。重さが約 1.5kg。 七輪って名前なんですけど、その商品名の名の通り火消し壺にもなる、いろいろ使えるところが本当に便利だなと思って使ってます。中を開けるとこんな感じになってて、網とまあお徳とその中にいっぱい通気口が入っている、こんな感じですね。この中に炭を入れてお徳を置いて網をセットすれば、牡蠣焼いたりとかスルメ焼いたりとか、熱燗置いて熱燗セットとまあ乾き物を炙ったりとか、ほんといろんなシーンで活躍する一つです。またさっきの火消し壺になるって言ったところなんですけど、蓋をしてここにこんな感じに通気口があるんですけど、これを閉じちゃえば密封された空間になるので、そのまま炭を消すこともできるんですね。炭が消えたらこのまま蓋して持ち帰って、でまた使いたいって時には持ってきて新しい炭を足したり着火剤を入れれば、またこの七輪を復活させることができます。使った状態のまま火消し壺になるので、炭をそのままお家に持って帰られるっていうのもメリットです。お手頃価格で販売してくれてるのも本当ブランドさんのメリット、強いところ、好きなところなんですね。はい、今日はキャンプが超快適になったギア6000を紹介しました。それぞれの商品は概要欄に記載しておりますので、よかったら見てください。皆さんも今日紹介したギアを買って超快適なキャンプを過ごしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。